僕は、ビートルズは、原作、藤井哲夫、作画、川口海寺による日本の漫画作品。講段社の、モーニングにいて2010年15号から2012年12号に、かけて連載された。ビートルズのコピーバンドが、ビートルズがデビューする前の時代にタイムスリップし、盗作する形で、メジャーデビューしてしまう。そのことを通して、ビートルズとは、何だったのか オリジナリティとは何かを問いかける作品。講段社モーニング編集部主催の漫画新人賞、漫画オープンの第25回で大賞を原作として、初めて受賞した作品。ビートルズをリアルタイムで体験し、少なからぬ影響を受けた世代でもある審査員の川口海二は、俺が描きたいくらいだとコメントしており、実際に川口が作画を担当することになった。なお、 単行本9巻後書きによれば、原作では、ファブ4メンバーは、一緒に演奏しないなど本作とは大幅に違うとのこと。2010年3月11日、ビートルズのコピーバンド、ファブ4は、日本のビートルズバンドの聖地である、六本木リボルバーと専属契約を結び、本物のビートルズよりも上のテクニックをステージで、披露する日々を送っていた。ある日、 メンバーの一人霊が脱退を告げ、霊を交えた四人での最後のステージを終えた。その後、誠は、六本木駅のホームで霊を引き止めようとするが、考えを変えない霊に激高した誠は、電車が入りつつあるホームで霊を突き飛ばし、腕を掴んだことで、霊、章、誠は三人とも落ちてゆく。反対側のホームにいたコンタも異常に気づき、目を見開いた。次に、 ショート・マコトが目を覚ましたとき、二人は1961年3月11日へとタイムスリップしていた。ビートルズがレコードデビューする前の無名の時期である。レイとコンタの姿は見えなかった。マコトは彼らに先んじて、彼らの曲を自分たちの曲として発表すれば、彼らがその曲を発表できなくなる代わりに、2010年には、 存在しない214曲目の新曲を作らせることができ、ビートルズの新曲と自分たちのオリジナル曲を世界のヒットチャートで競わせることができると考え、ショーを説得して行動を起こす。2010年とは賞監修からして違う、1961年の音楽業界の中で右往左往しながらも、二人はファブ4として抱きしめたいで、 レコードデビューを果たし、レコード会社が幅を利かせて、市場やアーティストを束縛するのが、当たり前の業界に一石を投じた。ファブ4の曲は遠くイギリスのラジオでも流されるようになる。だがビートルズは触発されて、新曲を作るどころか、なぜか活動を停止してしまう。渦木茉貴が起こした、新興芸能事務所。竜曰く新興勢力では、トップとのこと。 単行本二巻によると、川口か維持は作画用資料として、これらの楽器の実物を入手しているとのことである。抱きしめたい、and I love, her I s o w her standing there, yes t e r d a y hard days night the fab4ISBN 978から40億6372万9322 20千10年8月23日。 発売 ISBN978 から40億6372万95352010年10月22日発売 ISBN978 から40億6372万97422011年1月21日 発売 ISBN978 から40億6372万98942011年3月23日発売 ISBN978 から40億6387万842011年6月23日 発売 ISBN978 から40億6387万3122011年8月23日発売 ISBN978 から40億6387万5892011年11月22日 発売 ISBN978 から40億6387万7942012年1月23日発売 ISBN978 から40億6387万1 0 1十人2012年4月23日 発売 ISBN978 から40億6387万10292012年4月23日発売。ありがとうございます。